おねえニュース速報のジョーカー様よ。若者を中心に大人気の DJ 系 YouTuber レペゼンフォックスの頭でもある DJ 社長が先日 N 国党の党首立花氏のラブコールに落ち、次期衆議院選挙に立候補する予定というニュースが話題になっているのだけど、前回の参議院選挙のガーシーの時のごとく、私はこれ絶対反対よ。ガーシーの時は私は単に芸能人の暴露をエンタメとして楽しく見ていたかったから、あのままのガーシーがそのまま突っ走ってくれるだけでよかったし、そもそも 100% 金のためと自分の支援のための権力をガーシーは欲しかっただけだし、あとは政治家には向いてないと思ったからよ。だから投票はしなかったの。今回の DJ 社長に関しても大きな理由は2つあるわ。2つ目はやばいと思うけど、まず1つ目は国のために何も考えていない、自分たちのグループが海外進出するために政治家という肩書きがあった方が一般人ではいけない、さまざまなつながりや人脈を使えて有利に展開できるからという理由、売名のために政治を利用されても大変遺憾であるのよ。そして2つ目の理由、これがやばいんだけど、過去にこれこれやガーシーのところにレペゼンのメンバーが日本国内で薬物をやっていたという垂れ込みがあったらしく、普段レペゼンを仕切る DJ 社長はメンバーたちに絶対国内で薬はやるなと口を酸っぱくして言っているらしいんだけど、逆に海外なら OK のスタンスらしいのよ。そしてコカッとかはいかんけど、マリファナは OK 程度の認識だとか、マリファナは依存性ないんでってヘラヘラ言ってるわけだけど、これは相当まずいわよ。確かにマリファナは昔から酒やタバコに比べると依存性は少ないと言われているけど、私たち一般人から見たらドラッグと一緒の部類、当然日本でも所持していた場合逮捕される物よ。しかし依存性は少ないと言ってもマリファナをやった人はこんなのでこんなにハッピーな気分を味わえるんだ、そしたらこの上のさらにヘビーなコッキーやヘロインは一体どんな世界なんだろうと人間は想像を膨らませ、つい興味を持ってしまう可能性のある生き物の、つまりマリファナ自体に依存性はなくてもいけない薬物の入門編みたいなものなのよ。それをよ、レペゼンって言ったらドームでライブをやれるレベルの若者たちに大人気の YouTuber、 そんだけ影響力を持つ者が政治家になって説得力つけた状態で海外でなら草 OK なんて思想を若者たちに拡散してみなさい。今すぐにはならないかもだけど、将来的に我が国日本は薬物大国になるわよ。先人の人らが薬物はダメ絶対って小さい頃から国民にすり込ませて頑張ってやってきた努力を潰す気だから、私は DJ 社長には考えを改めない限りは絶対投票しない。この動画を見て一般人の外野が偉そうに評価するなとか思うやからもいるかもだけど、政治家の給料って国民たちの税金よ。ってことは間接的であるとはいえ、私が DJ 社長にあんたに給料払ってるようなもの、当然意見する権利しかないわ。私が税金を払えないようなホームレスにでもならない限りずっとあるのよ。そして政治家本人が俺に投票しなかった人は何も文句言う権利ないんだとか勘違いしてる人もいるけど、投票しなかったからこそ言えるのよ。だってもともと支持してないわけなんだから、当然の正しい流れでしょ。投票しなかったのに後に支持して、あの時投票すればよかったはただの後悔だし、投票してしまった人ほどその人を批判したらもともとの自分の判断が間違ってたってことを公に晒してるようなもの、人を見る目がない人間みたいなものだし、なかなか恥ずかしいものね。なので今現在は立候補すらしてほしくない、まずいと感じて、俺は国のために政治家にとかも言い出すんだろうけど薄っぺらく感じてしまう。 DJ 社長は企画力もあり、動画を盛り上がるように編集して作ることもでき、あんなふわふわしたメンバーからも支持されちゃんとまとめてきたのだから、わざわざ政治家になる必要もないのよ。そのまま政治とは無縁で勢いで海外進出してでかくなっていってほしいもの、そっちの意味では応援してるわ。でも不祥事起こしたらネタにさせてもらうけど、なんてね。